はい、どうも岡です。今日はね、朝ラー食いてってことでね、ランキング1位、ラーメン激戦区ランキング1位のね、朝ラーをね、ちょっと攻めたいと思います。で、今日行くラーメン屋は大正軒、なんだ、めちゃくちゃ弟子育てた伝説のラーメン屋 の大正軒でラーメンを学んで、で、まあ、そこで、まあ、ラーメンのなんだ基本を学んできた人が、まあ、なんていうの、基本を学んで、まあ、自分でまた新たに ラーメンをこう作っ、まあ、再構築して、で、まあ、その結果ランキング1位に輝いているラーメン屋の朝ラーを攻めたいと思います。はい、ちょっとね、今朝の9時半で、俺さっき8時くらいで起きて、ちょっと朝ラー食いてえなってふと思ってきたんでね、めったに朝ラー食いには行かないんだけど、今ふと向かってます。はい、いやでもな、なんかすげえ天気もいいし、テンションは上げ上げです。はい、あー、テンション上がってきたー、いいな、ほぼ揺れる、恋揺れる、私はタクシー、よっしゃー、オーライバック、オーライ、しゃー、着いた、着いた、はい、財布を探して、あれ、俺財布忘れたけ、あれ、うそん、ここまで来て、マジ、そん、マジかよ、財布忘れた、あー、財布忘れた、はい、財布取ってきました長かった、長かった、これ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 、後ろの看板見える、これよ、大正軒、この頭にさ、白いタオル巻いたおじいちゃん見たことない、もう亡くなったんだけど、かなり有名だよね、はい、ここ、そこで修行した人が作ったラーメン屋です、の朝ラーですね。10時半までは朝ラーだったんですよ、ほら、芸能人いろいろ撮ってる写真がね、いっぱいあるんだよ、勝間だとかね、あとは誰だろう、まあ、あとは大正軒の人々か、あのサッカーの監督の松木さん、とかね、なんか楽しみです。こういうのとかね、昼メニューで、なんか10食限定味噌ラーメンとかで、朝は朝塩、朝ロゼ、朝濃厚、朝の油そば、上乗り、朝濃厚イコール、これは大正軒の人ですね。で、なんかトロフィーとかある。感謝と。ゴミをちゃんとゴミ箱に捨てれる良い子だけ仲良く使ってね。なんか。お願いします。はい。残せ。はい。はい。
熱いので気をつけてください。はい。Thank you.
お疲れ様でした。やばかったな。最高にうまかった。山西和夫さんだったの。この師匠。10時半までやってます。で今俺10時でね、今日何曜日だ、火曜日か、火曜日あたりなんだけど、もうね10時はねすごい空いてる貸し切りみたいな感じ。じゃあそういうことで曲がったっす。じゃあ